1938年1月16日、当時の総理大臣だった近衛文麿は一つの重大声明を発表した。国民政府を大使とせず、国民政府とは、当時日本と事実上の戦争状態にあった中華民国政府のことであり、そのトップが蒋介石であった。この声明発出の前日の1月15日に行われた大本営政府連絡会議において、和平交渉の継続を積極的に主張し、中国との和平に尽力奮闘したのはたった一人と言ってもいいだろう。その人物こそ参謀本部次長、多田駿である。多田駿は1882年2月24日、元仙台藩士、多田継の長男として生まれた。1897年に16歳で開校間もない仙台陸軍地方幼年学校に入学、めでたく第一期生となった。仙台陸軍地方幼年学校は、2期生に後の陸将、板垣征四郎や土井原賢治、6期生に石原莞治らがおり、昭和の歴史に名を刻む軍人を多く輩出している。ただといえば、幼少期から大変な甘党だったこともよく知られている。参謀次長になった直後の東京朝日新聞地方版のインタビューで、自身の甘み好きについてこう語っている。甘いものが好きなことはその頃から有名だった。開校当時の仙台幼年校は軍隊と同じ連兵が主であり、甘いものを食べる機会が少なかった。夜の自習時間には仲間を募り、片パンを買ってはむしゃむしゃやった。日曜に許される外出は非常に待たれたものだが、これは何よりも好きな甘いものが食べられたからだ。その後の多田は、陸軍士官学校、陸軍大学校と当時の陸軍において最も栄誉あるエリートコースを順調に歩んだ。そんな多田の存在は専用の同期生らにとっても輝ける星と言っていい。戦後に作成された専用第一期生の回想録では、陸軍大将多田氏は専用第一期卒業生の代表的傑出したる遺才であった。知性豪気にして順立ち、犯すべからざる気品あり、高潔の人であったと多田を一期生の遺才と絶賛している。陸軍大学校卒業後、同年11月には甲本睦美と結婚した。睦美夫人は、後に張作霖爆殺事件でその名を世に知られることになる関東軍の参謀、甲本大作の妹で、甲本がただと陸士同期で親友だったことから、甲本自身がただに妹をもらってくれと頼んだのがきっかけだったという。その後のただの軍歴は、中国に縁のある職場を多く経験し、シナ2として次第に知られていくようになる。1917年には中華民国の陸軍大学校教官として北京へと赴き、満州国成立後、大佐となった多田は、関東軍司令部付けのまま建国直後の満州国軍政部最高顧問となり、満州国軍の育成を任された。多田は満州国の五族協和の理想を実現しようと、日本が指導的立場にあっても力ある者は謙虚に心構え、弱い者の立場を考慮する、現地の風俗慣習を尊重し、日本的なやり方を押し付けない、との方針で県軍に力を尽くした。多田をこの仕事に推薦したのは、石原莞治であった。多田と石原は、仙台幼年学校の先輩後輩の間柄で、年次で言えばただの後輩にあたるが、石原とただとは盟友とも言うべき存在だった。その後、参謀次長として中央に赴いたただであるが、この直前、中国では大事件が起こっていた。余光鏡事件である。参謀本部内では、対ソ連戦に備えて中国とことを構えるのを嫌う石原莞治の不拡大派と、この際、中国側に強烈な一撃を食わせて、今後の禍根を断とうという武藤明作戦課長らの拡大派とが対立、近衛首相は何とか事件を早期に解決しようと考えており、閣議でも陸軍大臣含めては兵に賛成し、中国側との交渉が期待されたが、25日には北京と天津の中間にある老坊という場所で、電話線の修理に来ていた日本軍部隊が中国兵に銃撃されて両軍が衝突する老坊事件が起き、翌日には北京城の公安門で入城しようとする日本軍を中国側守備兵が攻撃した公安門事件が起き、通州では本来親日的であるはずの祈祷坊教自治政府の保安隊が突如として放棄し、在留日本人、朝鮮人を残虐な方法で殺害する通州事件が発生した。これ以降、日中両軍は様々な場面で小競り合いを繰り返し、戦線はどんどん拡大する結果となってしまった。1937年8月に第二次上海事変が起こると、日中両国は全面戦争の段階になる。ここからただの和平のための戦いが始まる。しかし、間もなく不拡大派の筆頭であり、同志の石原は、強硬派との圧力から関東軍参謀副長へと転任となった。そこで石原は和平への道筋をただに託していた。これこそがトラウトマン工作である。泥沼しつつあった日中戦争を切り上げるために、ドイツの中華大使トラウトマンを通じて中華民国政府とは和平交渉を行うものである。しかし蒋介石は日本からの提案を受け入れなかった。ブリュッセルで開催される9国会議で日本に対する制裁が課されることを期待していたからだ。だが蒋介石が望みをかけていた国際会議は日本の行動を非難しつつも制裁ではなく勧告に止まる決議をしたのみであった。
この会議に大きな期待を持っていた蒋介石は落胆し、いよいよ方針転換を迫られた。蒋介石は12月2日にトラウトマン大使と会見して、日本側の要求は前回と変わらないかと尋ねた。トラウトマンが主要な要求は変わらないと返答すると、蒋介石はドイツを仲介者にするなどの条件を出し、和平交渉への応じる姿勢を示したのだ。しかし今度は日本側が和平を渋るようになったのである。この時大陸の戦況は予想以上に進んでおり、南京攻略が目前に迫っていたことが日本側をおのずと強気にさせていた。事実、南京は陥落する。日本国内は戦勝ムードに沸き、中国の領土の一部や多額の賠償金を得るのは当然だと国民は考えるようになり、以前の和平条件にとどめるのが難しくなったのだ。かくてその後日本側から提示された講和条件は以前よりかなり厳しいものとなり、明らかに降伏条件とも取れる内容になってしまった。さていよいよ最終的な期限が決められた和平交渉だが、この時のタダは参謀本部の不拡大派を除いてはほとんど孤立している感があった。彼の部下であり同じく戦争の不拡大を願っていた川辺虎郎は、タダ次長は噂や非難に屈することなく真に大局的見地においてこの再講和をすべきであると真剣に奮闘せられましたと述懐している。この頃のタダの日記には、平和の声が減り、いろいろな奴が来るとあり、いろいろな奴とはただの元に平和の声の対極にある強硬論をふっかけに来るやからのことを言ってるのだろう。ただのは平人力に対しては軟弱陶酔と仮口を叩く者も多かったとされるが、元より意に介するただではなかった。そして1月15日運命の大本営政府連絡会議が開かれる。交渉継続を主張する参謀次長ただ早尾とその他ほぼ全員が和平交渉打ち切りを主張するという形であった。会議への出発前にただは、本日の会議は必ず決定を保留せしむべしと断言していった。実際ただは品川最後の格闘を待つべき旨を強調し、列席者の中で唯一和平工作の継続を主張した。だがただは顧問だった。陸軍の代表者である杉山陸将は、期限まで変電なきは和平の誠意なき少佐なり、蒋介石を相手にせず屈服するまで作戦すべしと言い、近衛首相も速やかに和平交渉を打ち切り、与内海省に至っては政府は外務大臣を信頼す、統帥部が外務大臣を信用せぬは同時に政府不信任なり、都知職までちらつかせる始末であった。ただはこれに激しく反発した。明治大帝は陳に辞職なしとの賜り、国家重大の時期に政府の辞職云々は何ぞやと言い放った。指導士によれば聖類ともに下るとあるように、ただは日中間で戦争をすることが両国民にとっていかに不幸なことであるかを訴えて、涙ながらに日中は兵を主張したというのだ。この陳に辞職なしという言葉は、伊藤博文首相が辞職をほのめかした際に明治天皇が放ったものである。首相たちは困難に直面するとすぐに辞めたがるが、陳には辞職の選択肢がないという意味を込めており、ただがこの言葉を引用したのは、国家が重大な事態に直面している最中であり、自身が参謀本部の協力を得られなければ総辞職するという軽率な発言をしたことへの与内に対する怒りの表現であった。そこには困難から逃げず最後まで責任を果たせという強いメッセージを感じ取れる。その後も議論は平行線をたどり、昼を挟み夕刻まで経ってもただは折れなかった。このままでは本当に内閣が崩壊するというところまで来ていた。その後も双方一歩も引かず、いよいよ与内の主張するごと本当に内閣総辞職かと思われる情勢となった。ここで杉山は賞を挙げてただの説得に動くことになる。杉山は秘書官と部下を急いで参謀本部総務部長である中島哲三のもとへ派遣し、ただの説得を頼んだ。それを受けて中島はただや本間正春第二部長らに、内閣が総辞職に追い込まれる可能性があるという深刻な危機を強く訴えかけた。一体どうするのだ。承知しなければ内閣は潰れる。総辞職となれば電報だけで日本の内閣が崩壊したことになり、あまりに体裁が悪い。中島がそう切り出した。するとただは口を開いた。統帥部と政府との対立が外に漏れることは不適当であるゆえ、政府に一任する。内閣の崩壊を避けるためついにただは折れたのである。その後再開された連絡会議でただは次のように発言した。参謀本部としてはこの決議には同意しかねるが、しかしこれがために内閣が潰れることになれば国家的にも非常に不利であるから、目下してあえて反対は唱えない。まさしく団長の思いと言っていい決断だった。ここにただ早尾という不拡大派の最後の砦は陥落した。そして1938年1月、近衛文麿は国民政府を大使とせずとの声明を出し、トラウトマン工作は打ち切られた。結果戦争終結への道を自ら閉ざした日本は8年間という泥沼的な戦いを戦うこととなった。この時ただの説得に当たった中島は、後に今考えれば内閣を潰してでも初心を貫くべきだったと回想しているが、全ては後の祭りだった。
そしてこの絵も戦後に発表された手記の中で、自分の出した対種せずとの声明について、この声明は指揮者に指摘せられるまでもなく非常な失敗であった、余自身深く失敗なりことを認めむるものであると明らかに失敗だったと認めているが、公開先に立たずである。なぜただが最終的に内閣側の意向に従ったのかについては、当時軍務課にいた西浦進が次のような推論を述べている。これは私の想像なんですが、その前に例の宇垣流山で陸軍は非常に評判が悪くなっている、お上からも大声が悪いものですから、これを非常に参謀本部が恐れたんじゃないかと思うのです。宇垣流山とは、陸軍大将宇垣一成が天皇から総理大臣に任命されたものの、陸軍が大臣を出さないという理由でやむを得ずその任命を辞退したという事件のことである。そんなことがあった最中、またもや陸軍の行動が天皇陛下によって信頼されている近衛首相の辞職を招くような事態になれば、これは天皇の陸軍に対する不信と憤りを一層深めることになりかねないと懸念したからだという。その後の参謀本部の不拡大派は川辺作戦課長の更迭や、ただの転出を機に勢力を失い、武藤明や東条英機らの拡大派が陸軍中枢を独占するようになる。1938年12月、石原が官職の舞鶴要塞司令官をあてがわれると、この人事をめぐってただと東条が決定的に対立。ただが最も高く評価していた同じ仙台幼年学校出身の石原に関する人事処分はただの満足するものではなかった。ただは板垣陸将に東条の更迭を要求。対する東条は、ただ次長の転任なくば絶対に退職願いは出しませぬと反論。結局板垣の裁定で喧嘩両成敗、両者更迭となったが、ただが第三軍司令官に転出となったのに対し、東条は航空総監栄転の形となった。その後陸軍大臣と昇進していく東条の怒りを買ったただは、東条の強力な人事権によって陸軍大将昇進直後に予備役に編入され、対米英戦争の開戦決定の重要な場面には関わることはなかった。公然と知られている通り、石原と東条は仲が悪く、石原と親交のあったただもまた東条とは不仲であった。この不和がただの軍人としての運命に大きな影響を与えることになったのだ。対英米戦争中には、ただは召集を一度も受けず、立山市に家を構え、自適の生活を送って終戦を迎えた。満州国軍県軍岸付録によれば、戦時中のただは厳しく日本政府のやり方をこう批判している。弱い者いじめをやっているうちはまだダメだよ。インドだって、ビルマでも満州国みたいな風にはしてもらいたくない。単に日本人なるがゆえに威張ったり勝手なことをしていたのでは、弱い者いじめをやっていたのでは、多民族を統治とか共同というところまでは進んでおらぬ、建国当時の精神は失われているよと、かなり危険を伴う批判を述べている。この時の首相は東条英機であり、自分を批判する者に対しては厳しい処置をとっていた。現にこの年に中野西郷は東条批判によって逮捕され、憲兵の取り調べを受けた後に自刃している。ただは予備役とはいえ陸軍大将であるから中野と同列に扱うことはできないだろうが、それでも危険なことに変わりはない。そうした状況下でもただは己の信念から政府批判を抑えることはしなかった。その後もどうしたる石原幹事との親交は続いた。ただの石原に対する評価は一貫して高かった。ただ早押し記によれば、石原幹事は実に日本の尖閣者なり、この尖閣者を用いることのできない日本は今日のごとき有様となるとある後輩である石原を日本の尖閣者と呼び、日本が石原の卓越した才能を十分に利用しないまま戦争へと進んだことに対する遺憾の念が感じ取れる。裏を返せば、石原が国政の中心にいて国を導いていれば、このような事態には至らなかったかもしれないと嘆いているようにも感じる。才能はあるが、性格が激しい石原幹事と温厚だが内に強い芯を持つただ早尾は、互いの長所と短所を補い合う理想的なペアであり、さまざまな面で互いの良き理解者だったのだが、戦後のただは永久戦犯容疑者に指定されたが、巣鴨プリズンに収容されることはなく、極東国際軍事裁判の法廷に検事側の証人として一度出廷したのみであった。その時の写真も残されており、そこには病のためか痩せ細った袴姿のただが写っている。その後の1948年12月、胃がんのため死去した。彼が戦後残した記録の一つに破調道楽というものがある。この中でただは終戦という呼び方を卑怯と思うと述べ、自分の子らに自己完成に努めて即日本の完成に力を尽くせと語っている。